ご説明したように、すべての土台といいますか、仲裁を利用するためのすべての土台というのは、この仲裁契約、仲裁を利用するという合意にあるということになります。で、各種当事者の合意というものは、最優先ということで、一番上に書かせていただいております。で、実際には仲裁機関とか、発行する仲裁規則、そういったものを使うことがありますので、こういったものは当事者の合意を、いわば補完するものにあると。で、さらに仲裁法というのは、まさにまたさらにそれを補完するものであるということになりまして、基本的にはこういったルールというものは、当事者の個別の合意というものを頂点にしながら、何か手続きがうまくいかないとかですね、何か問題が起きる、そのために補完的にこういったルールが重なっているという形でイメージしていただくのが良いかなというふうに思っています。で、参考までにそこに仲裁法というのを挙げさせていただきましたので、日本の仲裁法のまた先ほどの規則と同じように目次ですけれども、あまり皆さん見られる機会がないかなと思いますので、章立てのところだけそこに抜き出させていただきました。で、実際にはその仲裁人ですとか、仲裁手続きの開始ですとか、仲裁判断、仲裁手続きの終了、こういったものは仲裁規則の中でも記載されているものですので、そういったものを補完するルールということで、イメージしていただけるのかなと思います。あと、やはりその仲裁法の規定の中で重要なのは第7章第8章あたりですね。こちらはまさに仲裁判断が出された後に、仲裁判断の取り消し、あるいは仲裁判断の承認執行、こういったものは裁判所の力を得ないとできないことですね。そういったことは仲裁法にはおそらく、日本、当然日本には書かれていますが、他の仲裁法でも他の国の仲裁法でも一般に書かれていることだと思います。で、あとそこに雑則とかですね、罰則ということが書かれていて、普段見ることはないんですけれども、例えばこの雑則というところにはですね、仲裁人の報奨金に関するルールが書かれていて、これが雑則と言ってしまっていいのかどうかというのはちょっと個人的には疑問があるんですが、しかし書かれていると。あと罰則ですね、これは仲裁人がその当事者から賄賂を受け取ったとかですね、そういった時のその刑事罰について書かれているのが第10章になります。で、最後に仲裁法には付則というものがついておりまして、これはですね、例えば消費者契約に関するその仲裁合意、消費者契約の仲裁合意ですね、こちらについては、例えば消費者側が一方的に解除できるといったルールですとか、あるいは個別の労働契約ですね、労働契約については、そもそもその仲裁契約自体が無効であるという、一定の例外的なといいますか、ルールがこの付則の中に書かれているというところがあります。で、今ですね、この日本の仲裁法というのが今、改正の作業が進んでおりまして、かなり法制審議会、法務省のですね、法制審議会の案というのがかなりまとまっているという理解しておりますので、近いうちにこの具体的な中身、すでにパブリックコメントが出ているものもありますが、出てくるのではないかなと思います。また最近ですと、中国もですね、これまでは少しやや特殊な条文を含む仲裁法だったわけなんですが、そこはさまざまな国の仲裁法、あるいは先ほどのアンチトラルモアモデル仲裁法という形で、仲裁法のモデルのルールも出していますので、そういったところも見ながら、今の改正の作業は進んでいるところであるというふうに理解しております。で、これが仲裁に関するお話なんですが、じゃ裁判だとどうなのかということになるのが、そこにスライドで挙げさせていただいている通りでして、基本的には仲裁の裏返しという形で理解をいただけるのではないかなと思います。特にその、訴訟法に書いてあることではなくて、その当事者間でですね、何か特別のルールに従って、それに裁判官に従ってもらうということは、一般には認められていないところですし、よく言われますように、裁判官を当事者が選ぶことはできない。基本的にその裁判、担当する裁判官を決めるのは裁判所である。あるいは使用言語もその国の公用語というのが基本でありますので、外国語で書かれた書類というのは全て翻訳が必要であると。あとは場所ですね。実際に手続きを行う場所というのは、仲裁であればまさに契約ですので、当事者がここで何か物理的な会合をしたいということであれば、どこでも構わないわけなんですが、裁判所というのは、国によって制度の違いはあると思いますが、基本的にはその裁判所が所在している裁判所に出向くんだろうと
というふうに理解しております。あと、少しですね、まあ、国際的な紛争ということに視野を広げてみますと、さらに仲裁と裁判の手続きの違い、というのが出てくるかと思います。で特に、まあ、仲裁手続きではまさに、まあ、契約の世界ですので、プライベートな紛争解決手続きというふうによく言われます。でそうしますと、例えばその当事者に申し立て人、あるいは仲裁機関が相手方非申し立て人にいろいろこう送付、処理を送付する場合にも、まあ、通常 の, その民間 の, その宅配業者 を利用して、通知を送るということもできますし、もう一つはこれは、まあ、有名な、まあ、ニューヨーク条約という条約ですけれども、まあ、これに従って、当事者間で仲裁契約、仲裁合意がある場合には、いちいち裁判所はですね、その紛争に、まあ審理を行わないと、まあ、手を突っ込まないというんですが、そこはもう仲裁庭の判断に委ねるということが義務付けられていますし、その結果として出された仲裁判断については、締約国はこれを執行する、まあ、承認して執行するということになります。でこれが裁判ということになりますと、どうしても裁判というのは国家権力の行使ですので、実際にはその裁判手続き、あるいはその裁判の手続きの結果出た判決を相手の国で、まあ、認めさせるとかですね、あるいは訴状をいきなりその外交の当事者に送る、裁判所が自ら送るということについては、難しい、できる場合によってはできないというところで、ここはなかなか、それで、まあ時間がかかる場合によっては、勝っても相手の国で執行できないということがありますので、そこはなかなか仲裁に比べて、国際的な紛争で裁判手続きが使いにくいというふうに一つの言われる一つの理由かなと思います。